はい、皆さん、こんにちは。絵の家の小指です。本日は、冬休みの宿題ですね。A 表のワークブックの2回目になります。今日は、ですね、代名詞について解説をします。しっかりね、動画を見ながら丸付けをしてみてください。はい、それでは、頑張っていきましょう。はい、それではオプション2、代名詞見ていきましょう。はい、1番です。日本語に合うように括弧内適切な語を入れましょう。はい、1番です。この地域では6月にたくさん雨が降ります。はい、これ、Have a lot of rain in June in this area ってありますね。はい、これは動詞が Have です。ね、天候気候を表すのは It なんて覚えてるかもしれませんが、その場合は、ね、It rains だよね。これは。ね、とつきますので、これは違うね。これは We が入ります。We have a lot of rain in June in this area。ね、はい。この場合はね、主語は We を使いますからね、覚えていきましょうね。はい、2番。At that store。sell old clothes。 あの店では古着を売っています。はい、誰が売ってるんでしょうね。はい、この場合、不特定多数を表すのは、これは、はい、they ですよ。はい、ね、they sell old clothes。 この they は、不特定な人を表しますからね。はい、そういう場合、they を使います。ね、全員の場合、自分は入ってませんからね。はい、注意しましょうね。はい、They sell old clothes と言います。はい、ちなみにこの clothes、これはね、衣服を表す一般的な言葉なのでね、覚えておきましょう。はい、3番です。 The sign says 何々 can't bring your bicycle on the bus。 バス内に自転車を持ち込むことはできませんと書いてあります。はい、誰が持ってくるのかね。もちろんこれはあなたがだよね。はい、これは You だよね。 You can't bring your bicycle on the bus となります。はい、4番です。 His room is larger than。 はい、これは His room ですから、私の部屋です。これは2語だったら、これもちろん my room なんですが、はい、これはそれをね、一言で言うとすれば、 I my me my、 これだよね。私のものを表す my になります。はい、 His room is larger than mine となりますね。はい、じゃあ5番いきましょう。 Are you a friend of。はい、これはね、彼らのご友人ですか？ね、a friend of。 はい、これはね、よくこういうんだよね。私の友達のを a friend of mine って言ったりします。はい、ね、同様にこれが彼らのですから、この mine ですか、さっき言った4つ目だよね。 they、They are、 them、 theirs、 これだね。はい、 Are you a friend of theirs となります。はい、彼らのお友達ってことね、なります。はい、6番です。 He was angry with。 はい、これ自分自身に腹を立てたね。はい、ですから、これはワンセルフを使いますけども、主語は he ですので彼自身です。はい、これは himself です。はい、 he was angry with himself となります。7番。 My parents enjoyed、 はい、両親はゴルフをして楽しみましたね。はい、これは楽しむというのはこう言います。Enjoy oneself です。はい。で、これは主語が My parents です。私の両親。
ですね。これは言い換えれば彼らはだからね全員になります。はい、ってことは彼ら自身ですので、これはゼム、セルで、セルフなんだけど、これが F が F が B になって ES です。はい、ゼム、セルブズです、はい、となります。はい、ね、はい、でしょうかね。はい、8番いきましょう。 She said to 何々 I can do it。 彼はで、私はできると彼女は自分自身に言い聞かせました。はい、これは自分自身です。はい、これも、主語は彼女ですので彼女自身ですね。ですので herself ね、 She said to herself I can do it となります。はい、じゃあ2番いきましょう。日本語に合うように括弧内の語を並べ替えましょう。はい、今日は何曜日ですか。はい、これ昔よく、会話表現で使ったかと思います。はい、これは What day is it today? What day is it today? となります。はい、2番ですね。ユージ said he could speak French。 ユージはフランス語を話せると言いましたが、それは本当ではありませんでした。はい、で、言ったけども、はい、まず文と文をつなぐ接続詞が必要だね。はい、バーッといきます。バーッと、そしてそれはだから It was not true と、はい、となります。はい、3番、暗くなる前に家に帰るべきです。 You should come home。 はい、前にだからね、 Before だね、before。 はい、で暗くなるというのですね。はい、天候気候を表すのはこの it ですからね、主語はね、 it gets dark となりますね。はい、で4番いきましょう。ここから駅まではどれくらいの距離がありますか。はい、どれくらいの距離、はい、この言い方ね、これはね、how を使いますけど、how far です。もちろん far は遠いんだからね、どれぐらい遠いですかってことだね。はい、これを使いましょう。how far、 はい、is it ね、 is it、 how far is it、 はい、そして from here to the station となりますね。ここからね、ここから駅までととなりますね。はい、この How far という言葉ね、ぜひ覚えておいてください。はい、5番です。 The boy picked up a shell、その男の子は貝殻を拾うと、そして、それをポケットに入れました。 and、put、 はい、put はね、すごくいろんな使い方ができる動詞です。ね、put、 put 何々場所です。はい、まずなそれをだから put it、ね、put it どこに、はい、into his pocket、 はい、put 何々どこどこね、はい、ね、put 何々場所と覚えておきましょう。はい、put it into his pocket となります。はい、それでは74ページ3番いきましょう。括弧内から適切な語を選び英文を完成させましょう。1番、 The wings of an airplane are similar to、飛行機のウィング、まあ翼だね、翼は are similar to、 これは何々に似てるというね。はい、何に似てるかというと、
鳥の、羽、翼だね。さあこれですね、前の文と注意しましょう。この似てるというのも実はこれ比較なんだよね。で比較の場合は必ず比較するものを揃えます。はい、ほらオープンでしょ。飛行機のウィングスです。ってことは鳥のと翼ですから、これもやはり The wings です。はい。ね、基本的にこれは単数の場合は、単数形の場合はこれなんだよね。ザッと使います。はい。こういうふうにザープラス名詞を表すもの、これは実はザッと使うんですね。ところが S があります。複数形です。ザッとの複数形は、そうですね。造語だね。はい。なので造語造語 about となるんですよね。この The wings。この言い換えですからね。なので上手になるよと思ってください。はい、2番です。 He stayed up all night。 はい、 stay up ってのはこれは夜更かしをするって意味です。一晩中夜更かしをしていましたと、起きてましたってことですね。はい、そういうわけで彼は眠いんです。もうこれはね、作文の時にやりましたよね。これは That is why だよね。はい、もうこれは決まり文句だね。覚えていきましょう。3番 These pens are mine。 これらのペンは私のペンです。で これらは私のペンってことはあれらだよね。あれらのペンって考えるのが自然ですよね。そうしますとあれらのってことですから、はい、これは造図です。はい、はい、造図が正解になります。4番、 Can you see 何々 cats over there。 over there 向こうにってことです。向こうにいるね、これもあれらのだね。あれらの猫です。はい。で、these はこう近い場合、これらのとこだからね。ね。となれば当然これはキャッツ、複数形だから、これは造語が来ますね。はい。はい、5番です。The climate of Finland is quite different from なんとか of Japan。これは先ほどの1番と似てますね。これは、はい、フィンランドのクライミット気候ですね。これはクワイト、全く、とてもってことね、強調です。はい、 be different はこれは違うんですね。なんとかと違うってわけです。はい、で、この違う、似ている、これもやはり比較級ですね。で比較表現というのは実はこのなんとか残がつくばかりないんですよね。こういうシミラーとかディファレントも実は比較の一部なんです。ですので必ず比較するときは比較するものをね、ものを揃えるというのがやはり大事になります。これはもう数学と同じだよね。英語も同じです。揃えます。はい、でこのオブの前見てください。はい、もちろんこれはザッとクライミットです。はい、ですから、はい、こういう場合どれ使うか、はい、先ほど一番とちょっと言いましたけど、こういう場合はザッとを使いますよ、ね、これ単数だね。なのでこのそのままだって OK だね。That of Japan、ね、となります。はい、このThatはね、先ほどやったこの The Climate ね、
の言い換えですからね、覚えておきましょう。二度目に使うときはざっと使います。そして複数形の場合はざっとの複数形を増数にしたよってことね。これ非常に大事なところですからね、しっかり覚えてくださいね。はい、それで4番いきましょう。括弧内から適切な語句を選び英文を完成させなさい。はい、これは下の、これね、こっから答えを選んでいきましょう。日本語ないですからね、注意してくださいね。はい、1番です。This T-shirt is too small for me。 この T シャツは私にとってとても小さい、まあ、小さすぎるところね。というわけです。 Could you show me、 はい、ということはこれは小さすぎるので別のを見せてほしい、別の T シャツだね。ということになります、はい。別のというのと覚えてますか？別のというのはこれはこれだね。アナザーです。はい。はい。Could you show me another？ 別のを見せてもらえますか？ということになりますね。はい。2番です。Some people like to eat out。はい。これは外食だね、外食を好きな人が、ね、好む人々がいますというわけですね。はい、この3も注意しましょう。で、and don't、ね、それを好む人もいれば、don't like to eat out、 外食を好まない人もいますよということだね。ってことになります。さあ、サムとこうするのはこれは実はこれです。アザーズです。ちょっと置いとこうかな、この辺に書こうかなね。はい、これがサムだとするとね、こちらがアザーズ、こんなイメージね。はい、サム、アザーズ、こんな感じのイメージだと思ってください、ね。外食が好きな人もいれば、ね、嫌いな人もいますってことになります。はい、3番です。 There are three convenience stores in my town。 私の町には3軒のコンビニがあります。 One is near my house、ね、これ3軒なんですよ。3軒なんですね。そんで1つ One is my near my house、 1つが、私の家の近くで、残り2つ、これが around the station、 ね、駅の近くにあるんだというわけですね。駅の周りにあるんだというわけですね。さあ、これ注意してくださいね。これ実はですね、残り2つ、ね、という場合ですね。基本的に1のこうするのは、ね、the other なんですけども、はい、実はですね、この the がつくと、この the には残り全部って意味なのよ、ね。で、2つだから other なんだけど、2つあるから複数だから others なのよ、これね。だからこれ答えは The Others、 これが正解になります、ね。これ覚えてくださいね。ね、The には残り全部って意味があるよってことね、押さえておきましょう。はい、4番です。 The cat has beautiful eyes、 その猫は美しい目を持っている。まあ、その猫の目は美しいんだね。 One is blue、 はい、
ってことは猫の目ね、ね、一つがブルー、もう一つがイエローです。イエロー、そうだね。さあね、この場合先ほどのじゃないと2つはね、1つがブルー、もう1つってことなので、はい、で1つがあって残り全部だからザなわけよ。で、もう一方ね単数ですから、というわけで the other だけ、 one the other ね、一方がこれでもう一方がってことになります。はい、ね、the other が正解になります。はい、5番、 I'll give you my dictionary、 私はあなたに私の辞書をあげますよ。 I don't need 何々 anymore。 はい、私はそれがもう必要ないだろう。ですね。はい、で not anymore というのはもはやなんとかないってことです。もはやいらない、必要ないってことね、なります。さあこの辞書、これはこれはと私の持っている辞書ですね。これはね、特定されますよね、当然私の持っている辞書ですからね。ザディクショナリーですよね、ザディクショナリーですから、これはそういう場合使うものはこれは it ですね、 it ね。こういうふうに特定される場合、私の持っている辞書、その辞書をあげるよってことね、そういう場合特定されるので it を使います。はい、それに対して6番見てください。 I forgot my pen、 私はペンを忘れたんだね、忘れました。Can you lend me、ね、貸してくれませんかってことです。貸してくれませんか。はい、この場合はね、ペンはペンなんだけど、ペンなら何でもいいわけですね。要はね、自分のペンを忘れたので、ペンなら何でもいいから貸してくださいってことなんだよね。そういう場合はこれは one なんです。この5番と6番の違いをちょっと注意してね。ね、この場合5番の場合でね、5番の場合の it はこれは the ね、その辞書だよね、私が持ってるその辞書です。それに対して6番の方の one、 これはね、自分のペンを捨てちゃったからね、ペンなら何でもいいわけだから、あ、ペンなわけだよね。はい、この辺の違いが理解してもらえると非常にいいのかなと思います、ね、この5番と6番の違いをよくね、注意して覚えてください。はい、はい、5番いきましょう。日本語に合うように括弧内に適切な語を入れましょう。私たちのうちの誰もまだその映画を見ていません。誰もなんとかないって言い方です。はい、もうこれオブアスであります。これはこれはね、ナンノブアスですね。はい、ナンノブアス has seen the movie yet。 はいね、誰もまだ見ていないってことになります。ナンノブ、誰もなんとかないって方ね、覚えていきましょう。
次は2番、なんとか of his parents are teachers、2人ともだから両方だね。はい、これはもちろん both です。 both of his parents are teachers になります。はい、3、 in the classroom、 教室では、彼らの一人一人が熱心に勉強していました。はい、彼らのそれぞれですね、それぞれです、これ一人一人それぞれということになります。はい、これオープンありますからね、これは each です。はい、 each of them was studying hard となります。はい、でそれぞれなので、その場合はね、教室ではこの人もこの人もこの人もそれぞれね、熱心やってますよってことだから、それぞれこの人この人この人って考えますので、必ずほら単数です。ね、この each とかあと every ね、 each とか every は単数は使わないこと覚えておいてください。4番です。 He has two sisters、 彼にはお姉さんが2人います。 But しかし I know、 どちらも知りません、ね、どちらも知りませんという感じです。はい、これを覚えておきましょうね、どちらもないという言い方です。はい、ね、どちらかって言えばA か B かどちらか、覚えてましたか、これ Either A or B ですね。 A か B かどちらかです。それに対してどちらもない場合は、この Either とね、の前にどちらも否定の N をつけてください。 Neither A nor B、どちらもないという方ね、なります。 Neither という方です。なのでこれを使いましょう。はい、ですから、はい、I know neither of them となります。これどちらも知らないとなります。はい、5番です。 Do you have、なんとか plans this weekend、 今週末は何か予定ありますか。はい、これは名詞にくっつく形ね、なりますね。これは any だね。any plans this weekend? はい、これになります。はい、じゃあ次行きましょう。6番です。あなた方のどちらかが皿を洗わなければいけません。あ、先ほどね、話しましたね。どちらかって場合は。これは either です。どちらかだからね。はい、either of you must wash the dishes となります。はい、7番。彼の絵はすべて美しいですからね。これは all だね。All of his paintings are beautiful となります。8. You can borrow. あなたは借りることができます。どれでもだね。どれでも。はい。これは any ですね。これもね。はい。You can borrow any book on this shelf。はい。どの本でもってことだからね。これは any を使いましょう。9番です。If you want a stamp, 切手が欲しかったら、there are 何々 in that box、その箱の中にいくらか、ね、ありますよ。いくらかってことだからね。これは some でいいかな。There are some in that box、ね、はい、これは some stamps ってことだろうね。はい、ね、some だけで大丈夫です。There are some in that box となります。お疲れ様でした。ですね、あともう一回分ですね、近々配信しますので、ね、しっかり頑張ってやってください。はい、それではまた次回お会いしましょう。See you!